皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いいたします。今日の動画ブログはビジネスチャンスの見つけ方というテーマでお届けいたします。先日ですね、非常に型破りな経営者にお会いしました。その方の会社は新潟県の弥彦村というところにあります。そして主なですね、メインとなる事業はですね、穀物ですね、まあ、米の精米業と言ってもいいでしょう。そして年商はなんと120億円ということなんですね。その弥彦というところなんですけども、まあ、村なのでね、そんなに人口はないですが、その中のですね、まあ、工業団地なんでしょうかね、そこに、その方の会社はあります。精米業をやってるということで、ものすごく大きなね、倉庫がいくつもあるような会社です。それでなぜ、この方の経営がですね、型破りなのかということなんですけども、これからご紹介したいと思います。先ほどもご紹介したように、この方のメインとなる事業はですね、お米の精米ですね、穀物の販売ということですが、なんと、この方、まあ、この会社と言ってもいいでしょうね、飛行機をですね、2機持ってるんですね。で、飛行機っていうと、まあ、プライベート用のね、小型の飛行機とかっていうのを思い出す方もいらっしゃると思いますが、なんとですね、旅客機ですよ。わかります？旅客機。旅客機を2機持ってるんですね。で、今からですね、十数年前に購入したそうなんですけど、なんと1機38億円だったそうです。2機ですと、80億円近くになるわけです。米とですね、飛行機、全く結びつかないんですけども、まあ、この飛行機、ビジネスのために持っているということですよね。で、さらに面白いのは、なんとですね、風力発電の事業もやってるんですね。風力発電。そして、ちょっとお話を聞いたらですね、風力発電のあのね、もう背の高いプロペラのついたの機械ありますね。あれなんと1機5億円もするそうです。それを今現在2箇所でやってられるってことなんですね。ということはですね、お米がまず1個、そして飛行機が1個、そしてさらにこの風力発電の中心としたクリーンエネルギーのこの3つの事業をやってるんですけども、なぜこの3つの事業が結びつくのか。いや、はたまた結びつかないっていうことも考えられます。しかしですね、この3つの事業ともうまくいってるところで、どのようにしてこのビジネスチャンスを一体見つけたのかというね、非常にですね、これ興味深いところだと思います。で、これをご覧の皆様もですね、どういうことなんだろうと思った方はですね、この、方のですね、講演会っていうかですね、まあ報告会がですね、12月18日木曜日午後6時30分からですね、新潟市内で開催されます。内容は新潟県中小企業家同友会の新潟支部の12月例会ということになっております。会場はですね、クロスパル新潟というところです。で、そろそろですね、種明かしをしますと、ここの、この社長なんですけども、株式会社藤井商店の代表取締役藤井純一さんとかですね、で、この方をお迎えしまして、じっくりとですね、藤井流のですね、型破り経営のお話を聞こうというものです。もう一回、言いますね、12月18日午後6時半からクロスパル新潟で、米と飛行機とクリーンエネルギー、藤井流型破り経営ということで、株式会社藤井商店の藤井純一社長にお話をしていただきます。もしですね、ご興味を持たれて、ぜひ聞きたいという方はですね、ぜひ私にご連絡をください。席を確保したいと思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。今日もコメントよろしくお願いします。そしてこちらの方にですね、アキナイはカドカドチャンネルの登録のバナーが出てるかと思いますので、こちらをクリックして登録の方をよろしくお願いいたします。